皆さんこんにちは。プレミアムデータは AOS データルームへ。重要なデータをクラウドで共有する AOS データルームの活用例について今日はお話をしていきたいと思います。今回は AOS リーガルテックの佐々木社長とお話の方を進めさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さて早速ですが、AOS データルームでは12の活用事例があります。今回はこの中から M&A を取り上げてお話をしていきたいと思います。さてこの M&A における事例ですけども、実際この市場ではどんな課題があるんでしょうか。ちょっとお話の方をお聞きしたいと思います。はい、実際に M&A をよくやる証券会社さんとかにお聞きしたところですね、M&A を行うときに一番重要な情報というのが企業の公開している財務諸表のデータだということなんですね。ただまだまだですね、その財務諸表のデータっていうのはもともとはその計算可能なデータでなければいけないんですけども、実際に M&A の現場では紙のデータを手で打ち込んで Excel などのシートに入れたりとか、まあ紙じゃなくてもせいぜいその PDF ファイルのような状態になっているんで、そこからそのデータとして取り込むっていうのに非常に手間がかかっているっていうお話を聞きましたので、M&A を行う時の一つの課題としてそういった作業の効率化ということが課題としてあるということですね。実際に AOS データルームはこういった課題に対してどういうようなソリューションを提供できるんですか。はい、まさにこの M&A 業界におけるデータというのは、まあ紙文化ということだと思うんですけれども、これをですね、活用するための方法というのを提供しています。まずはですね、この紙ですけれども最初の段階としてはこれをスキャナーで取り込むわけですね。でこれによってデジタル化されるんですけれども、今度はそれをですね AOS データルームに取り込むときに OCR といった機能を使っています。この OCR という機能は、書かれているテキスト情報を、これをですね、まあコンピューターで認識することができるようにするという作業なんですね。これを全自動で、日本語、英語、韓国語、まあ、これは今後どんどん言語を増やしていきますけれども、さまざまな言語で認識をしてくれるんです。まあこれによって3番目の大きな効果としてですね、テキスト化されたデータを全文検索できるようになるんですね。これはですね、中に入っているデータを検索できるということがとても大きなことだと考えています。従来ですと、その M&A で必要な書類というのは膨大にあってですね、これを全部手でめくって探していくといったことが、ありましたけれども、一発でですねキーワード検索することによって必要な書類やファイルをですね探し出すことができるようになっているわけなんですね。なるほど、なかなか便利そうな機能ですね。ただ一方でですね、また別の M&A をよくやる会社さんにからお話を聞いたときに、そういったその便利なツールがあったとしても、実際にその M&A をやるスタッフの人たちがそういった IT のツールに対してあまり詳しくない方が結構関わることが多いということで、そういう人たちがうまくツールを使いこなせなくて、せっかく便利な機能も有効に活用できないっていうお話をお聞きしたんですけど、その点についてはどうですか。はい、私たちもその、使いやすさという点におきましては非常に開発をする上で、考えました。我々のお客様としましても M&A に従事している方々、MA の方ですとか、弁護士の方ですとかといったことが方からお話をお聞きしますと、やはりその方たちは IT の専門家ではありません。ですのでどの点で使いにくいのか、どの点で間違ってしまうのかといったお話をたくさん聞かせていただきました。そういった情報をもとにですね設計思想の方に取り込んでいるわけなんですね。ですので使いやすさはものすごく研究をしてですね、この製品を作り出しています。なるほど、つまり IT に詳しくない人でもすぐに使うことができるということですね。はい、そうです。私たちのこの製品としましては、今までですと研修をたくさん受けないと、なかなか使うことができなかったんですが、それは本来本末転倒のことで、使
ツールを使うために研修を受けるということでは時間がいくらあっても足りないわけですね。ですので我々の製品は、まあ、導入されたすぐその日からですね、使い始めることができる、業務を開始することができるような仕組みになっていると思います。わかりました。じゃあそういったそのバーチャルデータルームの機能を使わなくてもクラウド上にファイルを保存できるオンラインストレージを使っても同じようなことができると思うんですけども、オンラインストレージで M&A などのファイル共有に使うとどういう問題があるんですか？はい、非常に、よく聞かれる質問なんですけれども、実はですね、このオンラインストレージのサービスと、まあ、EOS データルームも含んだ、仮想データルームのサービスというのは非常に似ている、できることが似ているんですけれども大きな違いがあると考えています。うん、その違いというのをちょっとご説明したいと思います。まず一つ目というものが、これらはですね、非常に重要な機密情報を扱うものなのでセキュリティが強固なんですね。うん、その中の一例をご紹介したいと思いますが、まず権限管理と呼んでいるものなんです。うん、これは何かと言いますと、閲覧権限、そしてダウンロード権限といったものなんですけども、例えばプロジェクト A、プロジェクト B といったフォルダがあるとします。その場合にプロジェクト A に関しては誰がアクセスをできるのか、見ることができるのか、見ることができないのかといったことをですね、フォルダごとに細かく権限を管理することができるんですね。うん、そしてもう一歩進むとですね、見るだけではなくそのファイルをダウンロードすることができるといった権限管理もできるんです。ですので、その人がダウンロードできるのか、できないのかといったところまでも細かい管理ができるんですね。うん、まあ、一例です。で、次にですね、分析の機能といったものがあります。これは何かと言いますと、あるファイルがどれぐらいたくさんアクセスされたのかとか、また、どれぐらい長く見ていたのかとか、そういったですね、詳細な、まあ、閲覧の履歴とか、ダウンロードの履歴をですね、残しているんですね。ですので、あ、少しこのファイルがなんでこんなにアクセスされているんだろうとか、といったことをですね、後から調べることもできるわけなんです。うん、そして3つ目としましては、仕分けの機能なんです。これはですね、フォルダー単位でアップロードしたりとか、ダウンロードすることができるといったものもあるんですが、そのフォルダー構造といったものが実は重要なんですね。うん、この M&A のプロジェクトというのは、非常にたくさんの方々がアクセスをして共有をしますので、フォルダ構成がずっと、例えばファイルやフォルダ、ファイルが、更新されたとしても、そのままフォルダ構造が残りますので、どこに何があるのか、どこに何のプロジェクトのファイルがあるのか、といったことが、常に変わらずに残っているんですね。ですので、明確に仕分けられたフォルダ構成によって、そのデータを管理することができるようになっているんです。うん、そして4つ目としてはですね、監査の機能なんですね。この AOS データルームではですね、詳細な履歴の管理をしています。誰がアクセスをしたとか、先ほど申し上げましたけども、そういった膨大な履歴が残っていますので、それをそのまま監査の部門に出すことによって、そのデータをですね、履歴管理することができるようになっているんですね。うん、これがですね、オンラインストレージと、仮想データルームの大きな違いとなっているんです。なるほど。なかなか便利な機能ですね。はい、そしてですね、今、もう一つご紹介したいものがあります。うん、この M&A のプロジェクトにおいてはですね、いかに早くこのディールをクローズするかといったことが求められます。うん、そのため、この AOS データルームを使うことによって、そのスピードを早めるための用途といったものも実はあるんですね。うん、先ほど履歴、また監査というお話をしたんですけども、この AOS データルームでは膨大なデータ、ログを取っております。ですので、例えばですね、このファイルにたくさんアクセスがあったとか、例えばファイルを検索するときにこのキーワードが使われたとか、またこのファイルだけ長く見ていたとかといったものが誰がアクセスしていたのかといったことが分かるんですね。うん、そのためそういったデータを分析することによってバイヤーの方がですね、どんなプロジェクトや内容に興味があるのか
そういったこともログから見ることができるんですね。うん、まあそういった動向をですねチェックすることによって、このディールをですねいち早くニーズを把握してクローズへ向かわせることができるようになるんです。うん、こんな使い方もですね、あるんですね。うん、なるほど、それもなかなか便利な機能ですね。ただ実際にそういった M&A の案件が終わった後に、後からまあそのいろんな訴訟リスクがあるんで、そういったこともいろいろ考慮しなければいけないっていうお話もよくお聞きするんですけども、はい、そういったものに対してこの iOS データルームはどういうような機能で対応できますかね。そうですね、こちらに対してもお役に立てる機能があるかと思います。先ほど、仮想データルームの最後の特徴、まあ、監査のお話をしましたけども、こういったものはですね逆に、誰がアクセスをしたかといったものが全て残っているわけですね。ですのでこれがですね使い方によってはですね裁判証拠、問題が起きた時にですねそういった大きな証拠となるケースもあるんですね。まあもしくはそこまで至らないにしても、そういったログを取ることによって明確な監査機能といったものを持たせることができるわけです。まあ、そのような使い方もあるかと考えています。なるほど、そういったそのアクセスログの記録とかが実際にトラブルが起こった時にはどこまできちんと開示したかというのを証明するデータとして使えるということですね。そうです、その通りですね。うん、なるほど、よくわかりました。つまり AOS データルームの導入効果としては、まあ、紙のデータを効率よくデジタル化ができて、はい、しかもその IT の知識が十分にない人たちも特別なトレーニングを受けなくてもすぐに使うことができると。しかもそのオンラインストレージではできないようなきめ細かなアクセスの制限とかができるということ、そしてまあ何か M&A を効率化するためのいろんな分析機能も使うことができて、 M&A をどんどん効率化していくことができると、そういう機能ですね。はい、その通りだと思います。なるほど、わかりました。でもそういった便利な機能もですね、まあ、実際に結構そういうツールを使うのに導入コストが高いとなかなか採用できないっていう話もよく聞くんですけども、その点についてはどうされてますか。はい、その点に関しましても、我々の方としては、ソリューションを提供しています。うん、実はですね私どもの方としましては、クラウド上にデータを保存するというですねビジネスを長らく続けています。うん、そのため私たちの方としましては多くのデータを持っていますので、そのコスト削減のノウハウというのも多く抱えています。ですのでそのノウハウをですね価格という形でお客様に還元をさせていただいて、コストをですね下げる形でお客様の方に低価格低コストの製品を提供しています。なるほど、つまりたくさんのデータをクラウド上に預けているから非常にボリュームディスカウントが効いて安い値段で利用できるっていう、そういう話ですね。はい、そうですね。なるほど、よくわかりました。つまり非常にその導入コストも下げて使いやすいものを、従来製品との違いはそこにあるということですね。はい、その通りです。よくわかりました、どうもありがとうございました。ありがとうございました。プレミアムデータは EOS データルームへ、重要なデータをクラウドに保存する AOS データルームの活用例についてお話をさせていただきました。今回は M&A についてお話をさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。皆様のビジネスに少しでもお役に立てることを願っております。ありがとうございました。ありがとうございました。